皆さんこんにちは。今回は SAOIF における戦犯をご紹介ということで、このゲーム SAOIF には様々な罠が仕掛けられておりまして、よくわかんないで普通にプレイしてるとその罠を踏んでしまってパーティーメンバーに迷惑をかけてしまうので、そういった、罠を回避するにはね、やっぱ事前に知っておくのが一番ということで、ご紹介していこうかと思います。まず最初に、タゲですね。タゲタンクに関してです。タンクがいるパーティーなのに火力とかバッファーデバッファーでいって、タゲスキルを打つ人がいるんですよね。まあルックス周回あたりまでだったら別にタゲとかいなくても全然いいんですけど、だんだんねあのタンクがね必要になってくるんですよね。上の層のボスになるにつれて、特にまあロスト周回だったら、まあでもロスト周回まではいいかな。まあナーシャも別にタゲいなくてもできるし、まあいたらいたでいいんですけどね。グリームアイズとか、まあそこら辺もそうだし、そうだすし、そうですね。夜叉85層でね、85層以上からなってくると、思いますけど、そこでですね、まあ例えばですけど、こういうスキルですね。斧なのに、敵のヘイトを集めやすい効果がついている。斧コネクトですね。コネクト普通に打つと、なんて言うんですかね。まあ、91層とか、まあ、斧使う回属か、になるのかな。打属性弱点の時は。まあ、そうじゃなくても使うことあるかもしれないですけど、斧コネクト。ただ、この斧コネクトね、コネクトって、やっぱ、こうやってスキル連結していけるじゃないですか。それで、連結したスキル打ってバフデバフ自分にかけたりとか、まあ、スキルいっぱい打てるんで、その分スイッチが溜まってスキル周りが良くなるとか、まあそういった利点がございますので、まあこういうねオノコネクト使いがちなんですけど、敵のヘイトを集めやすいっていう効果がたまたまついてたりして、まあそういうこのねテキストをね見逃してしまうと、タゲがいるのにタゲを奪ってしまってとんでもないことになると。でまあ他にも意外なスキルに、タゲ効果がついてたりするんですよ。これ探検の、共闘の同士小春っていうスキルなんですけど、こういうのもね、敵のヘイトを集めやすいっていう効果がありまして、で、こういう、まあ探検のスキル、まあこの斬撃弱化4デバフっていうのついてたり、毒ブーストとかついてたりっていうのがあるんで、入れたくなるんですけど、ちょっとこれは、まあ、火力とかが、火力っていうか、バッファーデバッファーになるのかな。まあ、火力が中の合間に打つこともあるかもしれないですけど、あんまりそういうのね、タゲ奪っちゃうとよくない。まあ、逆に言えば、こういうのをタゲが打つのはむしろいいんですよね。例えば、まあ、斧だったら、まあ、混合っていう熟練度スキルがあって、確か HP の 10%、最大 HP の 10% を超える攻撃、ダメージの攻撃を食らって、た時に、75% ぐらいダメージ軽減するんだっけ？間違ってたらすみません。適当に言ってます。で、そういう、斧のね、熟練度スキルがあるんで、斧でタゲ耐えやすいっていうのがあるんで、まあ、これがね、コネクトでありながらタゲスキルにもなると。で、これもね、探検でタゲやりながら残弱デバフを入れられるので、むしろ、まあいいといったところで、まあこちらもね、まあ、サージタルなんでちょっとモーションは遅いですが、まあ、受け流し用バフがあるんで、まあ、ダメージを軽減しつつ、敵のヘイトを集めやすい効果が使えるんで、タゲではいい。ただ、火力が使うと、ちょっとやばいことになるかもしんない。あとは、ちょっとっていうか、かなり有名なスキルなんですけど、盾傷ってやつですね。中期の盾傷める。これも、敵のヘイトを集めやすい効果があって、で、盾スキルなんで、片手武器さえ使えれば、どの武器でも使えるっていう汎用性のあるスキルで、ただ、まあ、衝撃モーションの速いスキルにしか乗せらんないっていうのがあるんですけど、まあ、このバーンストライクね、これもタゲを奪ってしまうと、戦犯になりやすいと。
まあ、そういうね意外なスキルが案外、ヘイト効果がヘイトを奪う効果があったりするので、まあ、よくテキストを読んで、まあ、そういう効果がないか確認してからね使うと、まあ、いいと思います。特に、これなんですよね。これ初期装備キリトとか言われるなやつなんですけど、今の時代はみんな始めると必ずみんな最初から持ってるんですよ。星4スキルなのに初期装備として、持っているバーストスキルですね。でこれがね敵のヘイトを集めやすい効果があるんですよ。通常発動時もバースト発動時もあるんですよね。でこれをねもう特にやばいのがスカルリーパーの腹の部分で撃つやつがいるんですよ。マジでやめろ本当に。大混乱なんで、もう絶対やめて、特にスカルリッパーって腹の部分は、複数攻撃判定が出て、これ、全体攻撃なんですよね。これを、なぜか撃つと。なんでだろうね。多分、非属性だからかな。スカルリッパーって、打属性、非属性弱点だから、これを撃っちゃうかもしれないですけど、やっぱ星音があんまない、ビギナーとかさ、やっぱさ、星音1枚でもさ、あった方がいいと思って入れちゃうんだよね。え、これさ、初期装備にすんのがマジで罠だよね。ひでえよ、運営。マジ酷なことすんなって思うんだけど。まあ、こういうので、撃ちに行くと、まあ、やばいことになる。スカルリッパーは特に、腹の部分でタゲを奪ってしまうと、ずーっと移動されてしまって、延々と火力組がね、火力出る攻撃を当てられないっていうことが起こるんで、いつになったら倒せんのっていう状態なんですよ。で、本当に、始めたての人が分かんなくて、もう、動いて、止まるたびにこれを撃たれると、もう、延々と戦闘が続いてしまうんで、もう本当ね、やめてほしいといったところですね。まあ、あとは、例えばですね、まあ、ブラッケンやるときによく見る光景なのかなってなんか思うんですけど、まあ今の時代別に、まあ今の時代でもブラッケンはやるか。まあ迷宮区だね。まあ迷宮区の話なんですけど、ちょっと迷宮でボスまで行くのだるいんで、ちょっと掲示板で説明しますね。まあ特にさっき言ったような、黒き先駆者キリトってやつですね。でそれを、まあ装備して行く人が多いんで、よくなりがちなんですけど、まあそれ撃たなくてもですね、まあちょっと、なんていうの？やっぱ戦闘に参加するってことはちょっとさ、少しでもやっぱ攻撃しに行かないとってさ、思っちゃうじゃないですか。それはすごい自然なことで、むしろ規制にならないように頑張ろうって思ってくれてるんでしょうけど、こうやってすごい通常攻撃いっぱいさ、打ってさ、通常攻撃打ってってやって、通常攻撃とかさ、こうやってソードスキルとか打って、頑張ろうと思ってやるんだけど、なんかブラッケンが、強いからさ、やべ、殺される殺されるって言って、これちょっとずつさ、こう逃げていくんですよ。やっぱ攻撃しようと思うけど、なんかこうやって、あ、怖い怖い怖いって言って、ちょっとずつさ、こうさ、追いかけられるじゃん。追いかけてさ、これ攻撃来るじゃん。攻撃来ても、こう、ちょっとずつこうやってさ、逃げてく、あれなんないな。なんかね、こうやってね、ま、あれなんないな。こうやって、タゲ取ってずっとこうやってさ、逃げて引き連れてっちゃうんですよ。こうやって、ちょっとずつなんかこうさ、なんかちょっとずつ動くんだかなんか知らんけど、なんかそういう始めたての人が多いのね。なんかね、まあこういう風に普通に歩いてるからだけかもしれないですけど、なんかカクカクカクって動いてるように見えるんですよね。なんだろうね、端末の性能があまりに悪いからかなんか知んないですけど、でこれやるとですね、ボスが延々とこうやって歩ってるじゃないですか。これ延々と歩ってると、他の人がタゲ取りにも行けないですよ、攻撃が当たらなくて。っていうのがあって、で、なんていうの、こうやってさ、ずーっとさ、ボスが追いかけてる状態になるとですね、火力スキルを当てられないんですよね。なんかめちゃくちゃ火力出す人の攻撃が外れるとかじゃなくて、みんなの攻撃が当たんないんですよ。俺いっぱい火力出せるのに、なんで当てらんないようにすんだよって言うんじゃなくて、もうみんなの攻撃が当たんないんですよ。みんなの攻撃が
当たんないんで、このね引き連れていくのね、あの特にこのこれ黒き先駆者キリとこのクリムゾンスクエアっていうのを打つと、あの敵のヘイトを集めやすい効果なんで、特にね他の人が攻撃打ってもあの竹が動かない、奪ったままっていう風になるんで、そうだね、こやるとしても、まあ、控えめに攻撃するとか竹スキルを打たないとか、まあ、そういう配慮をしていただけると非常に助かります。次にですね、カジバ系の戦犯をご紹介いたします。まあ、カジバ系の戦犯といったら、なんて言うんですかね、パーティーを回復するようなバフですね。俺が持ってるのだと、生息性、これだ。ヒーリング3バフとか、自身とパーティーの HP を徐々に回復するみたいな効果が、まああるんですけど、こういうのを打つとですね、カジバ効果と呼ばれるものがね、高い威力をね出せなくなってしまうんですよ。まあどういうものかというと、例えばこれだとちょっと説明しにくいかな。こちらも生息性でスナイピングアローシノンが結構、有名ですね。これが説明しやすいかな。自身の HP が少ないほど攻撃力が上昇と、防護氷河バフっていうのがあるんですけど、HP が少ないほど強いんで、パーティーを回復するバフがあると、これの威力が弱まってしまうんですよね。で、まあ HP 少ないほどって、な、モンハンとかだとカジバ力っていう、まあスキルがあったと思うんですけど、まあ今の時代のモンハンは触ってないんでわかんないですけど、まあそういうの関連で、まあカジババフとか呼んでるんですけど、まあこういうのがね、弱くなっちゃうんで HP ね、パーティーの HP 回復するのは、まあちょっと控えた方がいいですね。特に突属性が弱点の敵。なんですけど、まあパーティーで弓を使う人がねいなければ別に使わなくてもいいんですけど、まあそうですね、基本的に突弱の敵には使わない方がいいです。で逆に、逆というか打属性が弱点の敵はむしろ回復を打った方が良くて、なんでかっていうと、斧はあの HP 依存斧と呼ばれる効果がございまして、自身の残り HP 割合が、自分の HP が残ってるほどだね、強いっていう効果があるんですよ、こういうやつ。自身の残り HP 割合かける 100% 攻撃力が上昇みたいな。まあ、こういう効果があったりして、まあ、最近だと、まあ、フルバーストとかでもあるかな。多分これそうだよね。あ、そうそうそう。フルバースト自分の残り HP かけるっていうのがあるんで、まあこういうのだと、まあ回復いいんで、打属性が弱点の敵に対しては、っていうかそういうのをやるときは、まあ回復いいのかなって。まあ特に、最近はこの強力なバフ、流刀ダビ4バフっていうのが出て、自分のね、残り HP 割合が多いほど強いのですごくいいですね。この動画撮ってる時点だと最近ね、またね、ちょっとね、このあれ、アクセル中にしか活動しないんですけど、流刀ダビ4バフがね、出たんで、まあこれがいいですね。あとは残属性弱点のボスだったら、まあパーティーメンバーによったり、ボスの特徴によったりもするんですけど、自分の HP 割合、残り HP 割合が 25% 以下だっけの時にめっちゃ防御力上がるやつがあって、まあそういうやつがあるとね、めっちゃ強い、やつがあって、その防御力かける2上昇っていう効果があるんですよ、片手直剣で。だ防御力上げるために自分の、残り HP をわずかにして戦う人とかもいるんですけど、まあ、最近は、ボスがね、タンクがタゲ取ってても、火力の方に攻撃が行くっていうことが多くなってきたんで、まあ、そうですね、そういう腹痛、闘魂ブローリズベットって有名スキルあるんですけど、そういう、自分の残り HP が、25% 以下だかなんだかの時に防御力めちゃくちゃ上がるみたいな。まあそういうのを使う人が、まあいなくなったんですけど、一応ね、パーティーメンバーで、その HP わずか残しでなんかすげえ頑張ってる人いたら、ちょっと一応聞いた方がいいかもしれないです。基本的には、まあパーティー回復バフ、今の環境だったら打っていいのかなって思うけど、まあ一応ね、俺は聞くようにはしていますね。あと、カジバ系の戦犯で言うと、地下迷宮の
まあ、第2層あたりとかでそうだったんですけど、なんかあの突属性が弱点のボスってやっぱ火事場バフで行く人が多いんですけど、自分の残り HP、わずかに残して戦う人がいるんで、そのボスの周りにモブを大量に連れてくる人とかたまにいるんですよ。勝ってほしいからっつって、でそれで一生懸命ボスが来た時に狩ろうとしてるのに、モブを大量に集めてこられて殺されるみたいなことがあるんで、まあ、そういうのはちょっと、まあ、よろしくないのかなと。みんなが頑張ってモブ勝ってる時に集めてきてほしいなっていう感じですね。で最近は特に火事場使わなくてもね、急に死ぬみたいなことも結構出てきて、でこの動画撮ってる時点だと地下迷宮第5層っていうのが出まして、でその地下5層のボスの弱点が突飛なんですよね。で火事場じゃなくて片手再建のマザーズロザリオフルバーストっていうのを使ってもですね、なんかね、もう急に死ぬことがあって、まあ、このスピットスパイダーっていう雲のボス、なんかプレスみたいなすげえ高く飛んで、なんかドッシーンってなんかのしかかりみたいなのをするんですけど、まあ、それがめちゃくちゃ食らうと。で、っていうのでいきなり死ぬこともあるんですけど、まあ、それはまあモブ関係なしにそれ食らったらほぼやばいっていう感じなんですけど、なんかね、やっぱその、設定軽く、なんていうの？すっげえ人が多いとさ、画面重くなるじゃないですか。画面重くなるっていうのは、なんかゲーム重くなるっていうのは、端末の性能が悪かったり、通信環境悪かったりすると。で、そういう時になんか本当に、画質の設定とか、なるべく人を表示しないとか、モブを表示しないとかっていう設定にしてると、急になんか見えないとこからモブ攻撃に食らって死ぬとか、まあ、それはそういう設定にしてる方が悪いのかな、わかんないですけどね。まあ、俺はまあなるべくモブ表示はするようにはしてるんですけど、っていうので、まあそういう設定があろうとなかろうと急にモブがいて死ぬっていうこともあるんで、まあできればボス、でっかいボスがこの地下迷宮で出た時はもうボスの周りにモブを大量に引き連れていかないようにしてくれたらありがたいなって、思います。次はですね、でもこれも火事場系になるのかな。デュエルバフっていうのがございまして、まあ、これは、まあ、戦犯かどうかっていうと、まあ、戦犯になることもあるやつで、デュエルバフっていうのがありまして、俺がこの船大工リーファーって呼ばれるやつですね、これで初めて出たバフだった気がするんですけど、これ攻撃力がめっちゃ上がるバフなんですよ。 35% とかね、これ貫突時なんですけど、その代わりに敵にバフを付与してしまうと敵が強くなってしまうんですよ。これ一発撃つと30秒間敵が攻撃力 5% 上がってしまって、でしかもスタック性なのでもう一撃当てるとボスの攻撃力が 10% も上がってしまうと。でこれ特にタゲがいるときはちょっとタゲがかわいそうになるんですけど、まあ別にタンクが耐えられるならいいんですよ。俺85層迷宮とか昔やってた頃に、まあこれ撃たれても俺タンクで別に全然耐えられるから、まあみんな撃っていいよとか言ってたんですけど、これね、まあ解除ですることはできるんですよ、自分で。これね、バーストパック両手ありっていうのを買うとですね、これがね手に入るんですけど、この動画撮ってる時点だとそういうパックがございます。敵にかかっている攻撃力上昇効果を解除するっていう、こう追加効果があって、これで解除できるんですよね、その、デュエルバフのデメリットですね。だから、まあ、それで、まあ、解除してもいいけど、デュエルバフのデメリット、これね、きつい人はきついんだよね。でもすぐボス倒せるとか、もうタンクが耐えられるって言うんだったらいいんだけど、地下迷宮のボスでやると、全員に、戦ってる全員にさ、ボスの攻撃さ、当たるかもしんないじゃないですか。で、もしボスの攻撃が当たっちゃったら、まずいんですよね。タゲがいないっていうことがほとんどなんで、地下迷宮のボスは。だからこれ、そうね、6人パーティーの時は、まあ、使っていいかどうか一応聞いた方がいいとは思います。俺は別に使われても、まあ、85層、
迷宮くらいだったら全然大丈夫。ただ上の層のボスになるとちょっと やめた方がちょっとっていうかやめた方がいいなって思いますね。そういうスキル持ってたらの話ですね。あ、次もね、てかあのそういうスキル持ってたらやばいなっていうシリーズですね。次、コマンドナイトディアベルっていうスキルですね。これもし持ってたらですね、この映画ディアベルって呼ばれるやつで、あのディアベルバフとかよあの呼ばれるやつですね。これあのアビリティなのに、あのいろんなバフがね、パーティーバフがねついてすごいんですよね。バッファーにはね、バッファーデバッファーやるんだったらこれ本当にあった方がいい。あのアビリティ側でもバフをかけられると、普通スキルレコードでバフかけるんですけど、アビ側でも効果を発揮できると。ただ、この下の方に赤い字で書いてある通り、キリトを1枚でも装備しているとですね、15秒間自身とパーティーに無属性以外の自然属性ダメージが 80% 低下するデバフを、発生してしまうと。まあ、これがね、なんていうの、無属性以外の、あのスキルを打つときにダメージが 80% も低下してしまうんですよ。まあ、ただ無属性だと大丈夫。例えば最近出たような、まあ、マザーズロザリオフルバーストってやつですね。まあ、そういうやつ使うんだったら、どれだ、これか、まあ、これだったら、あの火属性とか水属性とかこれついてなくて残属性だけじゃないですか。でこっちは突属性だけじゃないですか。これフルバーストのマザーズロザリオですね。まあそういうの使うんだったら、まあこのデメリットはまあ基本的にはまあ影響はないんですけど、でもやっぱいろんな人いるじゃないですか。みんながみんなそのマザロズ使うとは限らないし、モッドとか、まああの自然属性ありのフルバー使う人とかいろんな人いるんで、基本的にまあキリトをセットしてこのスキルをスイッチで打たん、あこのスキルを使うか、このスキルをセットした状態でソードスキルをスイッチで打たない方がいいっていう、てか、打たないでっていう感じですね。基本的にっていうか、打たないでって感じですね。キリト入れなきゃいいんですよ、同じセット内に。これは本当にね、キリト入れちゃってたとか、このデメリット忘れてたっていう人もたまにいるんですけどね。気づく人ならいいんだけどね。まあ、これはちょっとね、やると、本当にやばい。でこれでもこのスキル強いよね。バフかかったりさ、回復バフかかったりとか、いいスキルですよね。まあ、再録してほしいですね。またプログレッシブ期間とかね、公開日の何周年記念とか、映画公開記念みたいな何周年とかで出たりするかもしれないですね、復刻が。で次、焼きそばバフってやつですね。まあ、どういうものかっていうとですね、なんで焼きそばバフっていうかというとですね、この焼きそばエギルと呼ばれているこの鉄板級の商売魂エギルっていうのがあるんですけど、これが出た時初めて陣風4バフっていうのが出たんですよ。で、これのデメリットで敵にバフを付与するんですよね。敵に、なんていうの、突属性攻撃、これさ、これ結構さ、間違える人いるんですけど、敵に、ダメージ、非ダメージ軽減のバフを付与するんですよ。だから、敵が、なんていうの、ガード固くなるんですよね。プロテクトバフが敵につくっていう風に言えばいいのかな。突属性からのプロテクトバフ 80%、残属性からのプロテクトバフ 80%。ということで、打属性攻撃する以外の場合、全部 80% 軽減されてしまうんですよね、こちら側の攻撃が。まあそういうデメリット付きの強いバフ効果、まあ5秒間しか生きないんですけど、これが、打属性弱点階層ならまだいいんですけどね。特に地下迷宮で打属性弱点以外の時に使うのがまずいと思います。まあ、よくこれ陣風巻くとか言うんですけどね。これよく見たら、デメリットの方も一つ一つ、天護院とか神護院とか名前ついてるんですね。なんか知らなかった。この陣風に関しては、以前ね、ちょっと、いろいろ俺が勘違いして、やべえ動画を作って炎上してしまったことがあるんですけど、本当に申し訳ありませんでした。
本当に申し訳ありませんでした。次、竜神の威厳小春とか、神速の消防士勇気とか、こちらもねスキルレコードの、デバフデメリットですね。風神の怒りとか水神の怒りとか、なんかめっちゃ怒ってるんだね、なんか知らんけど。風属性以外のダメージ低下とか、水属性以外のダメージ低下とか、あの特定の自然属性以外のダメージが低下すると 30% 低下とかになるのかな。自身とパーティーの風属性以外のダメージ、水属性以外の自然属性、あれちょっとテキスト違う。これ風以外だったら全部ダメでしょ。ってことは残だけとかもダメなんでしょ。でもこれさ、自然、水以外の自然属性ダメージが低下するってことは、あ、無属性は低下しないかこれ。まあ基本ね水弱点以外で使わないんですけどね。だって無属性スキル使う人がいるところで打ったってこんな意味ないし。まあこういうのが、例えばこういうのを、31層フロアボスと戦うときにこれを打つと、突密が弱点なので、まあそういうのだといいんですけど、あの85層以下だと、まあ、あの例えば85層フロアボスは、まあ、弱点が突飛なんですけど、あの火属性以外で来る人もいるんですよね。たまーに突性とかね、たまーに来るんですけど、まあ、そういう人が来るかもしれないんで、まあ、夜叉階層あたりまではちょっと打たない方がいいのかなって思いますね。ただ31層あたりからもう突密じゃないとほぼ効かないみたいになってくる。ほぼじゃないけど、まあほぼか効かなくなってくるんで、こういうのは打っていいと思うんですけど、まあ一応どうなんだろう、一応パーティーメンバーと相談した方がいいと思います、気になるんだったら。まあ31層からはいいんじゃないかなって俺は思うけどね。あの別に特に断りなしに使ってる人も結構いると思います、31層からは名曲で。あとはそうだな、蘇生結晶を使えないボス戦も最近はもうロッソの途中、夜叉周回あたりからもう全部か、85層以上はもう確実に全部なんですけど、蘇生結晶使えないですよね、ボス戦で。クリスタル無効化空間ってやつなんですけど、そういう時にあの HP が0になると、あの助け起こし状態っていうのになるじゃないですか。でその助け起こし状態の時に蘇生結晶使えないので、あのパーティー組んでる場合はパーティーメンバーが助けてあげないと、あの生き返れないんですよね。で死んでる状態でボスを倒すと、あのアイテムがドロップしないんですよ。だから武装石周回の時とか、あのメンバーが死んでる間にとどめさすと、なんていうね、先般っていうか、もうほんとさ、かわいそうじゃないですか、ほんとに。ドロップしないんで、一回分さ、瓶出たかもしんないじゃん、武装石出たかもしんないじゃん。そういう時にね、倒すと、ちょっと良くないのかなと。まあでも、その、例えばですけど、とどめ刺す直前で急に死んじゃったとか、そういうのはもうしょうがないですよ。もうスキル打ってる途中で、まあ急に死なれちゃうと、もうそれは本当にしょうがないと思うんで、うん、それは本当仕方ない。うん、かわいそうだけど。まあ、そういう感じですね。だいたい、先般はこれでご紹介できたんじゃないかと思います。まあ、他にもね、またなんかそういう先般とかあったら、そのうちね、機会があったら動画にしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。